ヤギラユーヤは日本の俳優。東京都東山都市出身。スターダストプロモーション所属。芸能事務所に所属していた友達がドラマに出ていたのを見て自分も周りを笑わせたいという理由で芸能界入りを希望。母親に相談し、スターダストプロモーションに応募する。映画、誰も知らないが、初オーディションだったが監督のこれ枝広和に 目に力があると主役に抜擢された。この誰も知らないが俳優としての最初の活動となるが撮影に1年かけ公開はさらに1年経ってからだったためメディアに出たのはホンダの CM やドラマ国光のせいの方が先となった。その主役を演じた映画誰も知らないが2004年第57回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、 当時14歳で、史上最年少かつ、日本人で、初めて男優賞を受賞した。ヤギラは、学校の定期試験により先に帰国していたため、受賞式は監督のこれ枝が代理で出席している。このニュースを機に、一躍有名になり大いに話題を呼んだ。また、同年8月25日に、文化関係者文部科学大臣表彰を授与され、タイム詩アジア版では、2004アジア、 s, s h e ー o e に日本では一郎と共に選出された。2007年にはアニメをムニバス映画ジーニアスパーティーの中のベビーブルーで初めて声優を務めた。2008年に入ってからは体調を崩し仕事量を減らす。同年8月29日、自宅にて安定剤を大量に服用し病院に運ばれたが同日に退院。後日、家族との口論が原因で、 自殺未遂ではないと自身のホームページで公式発表している。同年11月、井上林の執筆協力により、原案小説、山内美を発表。翌年2010年1月公開の映画、すべては海になるで、佐藤恵里子と共に主演に抜擢され、俳優への復帰を果たした。2012年、蜷川幸を演出の、海辺のカフカで、初舞台、主人公伝村、 カフカを演じた。2014年、福田雄一監督、脚本の青い炎で連続ドラマ初主演。2015年、主演映画、合奏が第39回モントリオール世界映画祭のワールドコンペティション部門に正式出品される。2016年、主演映画、ディストラクションベイビーズで第90回キネマ巡邦ベスト10、主演団優勝などを受賞。 2017年 NHK 女女主事カトラで大河ドラマ初出演。妹がいる。バラエティ番組などは緊張して話さなくなるため、寡黙な印象を持たれるが、普段はよく喋る。いずれは仕事でも中井雅宏のような MC をやりたいという願望もあるという。趣味は武道、茶道、乗馬。中学の時はサッカー部に所属。趣味でロックバンドを組み、 ボーカルを担当している。コロナ禍では家族でアウトドアで過ごすことが多くなり、釣りに夢中になって一級船舶免許も取得した。20歳の頃、俳優の仕事から離れていた時期には、社会勉強のために約1年間、車のディーラーでの洗車のアルバイトと飲食店でのホールスタッフのアルバイトを経験していた。2019年にはニューヨークに語学留学し、 パンケーキ屋で手伝いをしたこともある。2009年12月2日、自身のブログで女優、豊田エリーと婚約したことを発表。翌年2010年1月14日に婚姻届を提出し、1月15日に明治神宮にて挙式。同年5月14日、妻、豊田エリーが妊娠4ヶ月であることを発表。10月13日、第1子となる女児が誕生。 トヨタとは、堀越高等学校の先輩、後輩であり、一目惚れしたヤギラが同級生に頼んで、トヨタに連絡先を聞いたのがきっかけで、15歳の時に交際スタート、お互い初恋同士だった。また、男性は18歳になるまで結婚できないことを知らなかったため、17歳の時にプロポーズしてしまい、18歳にならないと結婚できないよと言われたものの、 2年後の19歳の時に改めてプロポーズしたことを明かしている。PV 近畿キ,キッズ、トッパーズラブベストアーティスト2021ニュース2月の勝者生徒約20人と共にゲスト生出演。ありがとうございます。